大学受験が終わってすぐ、チェーンの飲食店 A 店でバイトを始めた。これが初めてのバイトだった。そこの成人スタッフは、ほぼ全員喫煙者で。未成年でも、高校生以外は普通に吸ってた。私も19歳になると、店長から、吸いなよ。あと1年で20歳だからいいじゃん。と、火をつけたタバコを渡された。吸ったら喘息が悪化するので、申し訳ないんですが、喘息持ちなんで。と断ったら、舌打ちされた。その場にいたオーナーからも、職場での付き合いを断るなんて、仕事舐めてんの。って言われた。それ以来、シフトを減らされ、最終的に、協調性がない、という理由でクビになった。その月の給料が支払われなかったので、親のアドバイスで、労基署に相談したら支払われた。その後は、別の飲食店 B 店で、約3年働いたが、数名のバイトとは、今も親交がある。大学卒業後は、一人暮らしをしたが、今年帰省した時に、友人や家族から聞いた話が、衝撃的だった。友人曰く、A 店は、FC 契約を切られ、直営店になったらしい。友人は本社採用の社員。つまり、オーナーと店長が失職したことになる。クレームのファックスを読まずに捨てさせたり、消費期限の改ざんさせたり、配達の際、スピード違反をするような店舗だから仕方ない。家族からは、去年、店長の自宅が夜中に全焼したと聞いた。子供と奥さんの母親は亡くなり、奴と奥さんは助かったが、火傷を負った。出火原因は、奴のタバコの不始末で、夫婦は離婚。隣家にも燃え移り、損害賠償を求められている。実家から、割と近い場所で起こったから、この話は、すぐ耳に入ったらしい。二人とも、他人に強要した行為で自滅していった。巻き込まれた人たちは気の毒だが、来月から、B 店時代の仲間が、私の職場で働くことになったので書き込む。余談だが、職場は、今年から、喫煙者の応募ができなくなった。